ルドの町ダングレスト。ダングレストの雰囲気ってテートとはまるで違いますね。なんか町全体に活気があって、みんなが生き生きしている気がします。そりゃあね、ギルド最大の町だし、みんな信念持って生きてるから大事大事。エステルはダングレストは好き？はい、すごくいい町だと思います。ユリは？ん？結界が消えたりしなけりゃすげえいい場所なんじゃねえの？それはでもまたそういうこと。外の人ってあの人が悪いわけやしね。悪くねえと思うぜ。少し下町に雰囲気似てるし。なるほど。あ？なんだお前たち。まあ特にゆかりもない人なんですけど、私たち。ドンに会って話したいことがあるんだ。取り継いでくれ。五大ギルドに関係があることなんだ。見ない顔だな。どこのギルドだ？あーでももうクビになっちゃったしね、曲がりの剣は。どこってどこでもないけど。あいにくドンは魔物の群れを追って町を出てったぞ。あーもう出ちゃったんやね。魔物の群れを？ああ魔物の巣を一網打尽にするんだと。なるほど、教えてくれてサンキューな。うん、外ね。ああ、まあなかなか気がいいね。ドンの手伝いをしたらドンに認めてもらえて。しょうがねえな、町で情報を探るか。え、ドンの手伝いに行かないの？魔物の巣の場所知ってるのか？あ、そっか、手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。あ、え、抜けちゃう？ていうか、まあ普通に警部モック大森林に行けばいいよね。そんな勝手に。面倒な仕事はさっさと終わらせたいの。まあ勝手にって言ってるけど、確かにリタイのお仕事やもんね。けどそれならエステルも一緒ってこと？じゃあエステルも一緒ならユーリも行かなあかんよね、護衛に。そうですね、アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ、二人でもちゃんとやれます。いや心配やけどね。そうもいかねえだろう、怪我でもされたら俺がフレンに殺される。いいのユーリ、アレクセイにも殺されちゃう。あ、有力な手がかりもねえしな。なら決まりですね、ケーブモック大森林に行きましょう。はーい。あ、何その視点の移動、誰、あ、レイブンさんね。ケーブモック大森林とは偶然ってあるもんだね。うん、レイブンさんもそこに用事があると。フレンは何をしに？そういえばフレンは何をしにダングレストまで来たんだろうね。帝国とユニオンは基本的に仲悪いから、騎士が来ることなんて滅多にないのに。ただの観光なわけはねえからな、当然なんかの任務でってことだろうよ。フレン大丈夫でしょうか？ギルドの人たちの風当たりは強かったみたいですし。その程度でつまずくほどあいつはデリケートにはできちゃいねえよ。なんせ騎士になるまでずっと下町で育ってきたんだからな。そうだといいんですが。その様子もちょっと見てみたいよね、下町暮らしの様子。ということでケーブモック大森林に行くんですけれども、ここって結局買えるっけ？武器とかここやっけ？ちょっと久々にこういうこれこのお店行きましょう。持ってないやつとりあえず買えばいいかな。持ってないやつ、サブ武器とかも欲しいよね。全然ないから、持ってないやつ、あ、でもこんなもんか。サブ武器がなくて、うん、買うやんね、合成じゃなくて。まあ今はそんなに買えへんか。なんかね、どっかのタイミングでめっちゃさ、なんか増えたような気がするんよね。で、サブ武器をさ、そう、あまりにも、なんかこう、いくらでも入るかはなんか持ってなかった気がするんよね。まあいいでしょう。ということで、じゃあまあ、ケーブモック大森林の方に行きましょう。はい、到着、ケーブモック大森林。なんか私さ、館があるような場所って言ったけど、多分それもうちょっと先の話やね。なんかあったじゃないですか、館。世の中にはこんな大きな木があるんですね。あのなんかルー語話す人となんか一悶着ある館みたいな、なんかそんなんあった気がするんよね。
けどここまで成長すると逆に不健康な感じがするな。不健康。カロルが言ってた通りね。ヘリオードでブラスティアが暴走した時の感じになんとなく似てる。ああ、はい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 。気をつけて。誰かいるよ。誰でしょう。レイブンさん。よっ、偶然。偶然って、まあ、確かに、ここに来たのは偶然やけどさ、レイブンさんもね。でも、いることは知ってたでしょ？こんなとこで何してんだよ。自然観察と森林浴って感じだな。うさんくさい。あれ？歓迎されてない？本気で歓迎されるなんて思ってたんじゃないでしょうね。そんなこと言うなよ。俺、役に立つぜ。役に立つってまさか一緒に来たいとか。いや、いい人やしね。でもレイブンさんは仲間にね、いてほしい人ですから、いてもらいましょう。そうよ、一人じゃ寂しいしさ。何？ダメ？いや、いいよ、もちろん。背後には気をつけてね。変なことしたら殺すから。いい、怖い。なあ、俺ってばそんなにうさんくさい？まあ、うさんくささはあるよね。ああ、うさんくささが全身からにじみ出てるな。それは否定できひんよ。どれどれ。くんくん、うん、くさい。余計な真似したら俺何するかわかんないんで、そこんところはよろしくな。怖すぎでしょ、ユーリも。物騒よね。みんな仲良くしよう。ということで、レイブンさんがパーティー加わりましたね。じゃあどうしよう。リタ珍しくちょっと外れてもらえますか。間違えた。さあ、レイブンさん、あ、そっか、服ないんや、今まだ。取ってこよう。よし。どれにしようかな。お風呂系のやつがちょいちょいあるね。バン先生。とりあえず、なんか、いっちゃん最初のこれにするか、なんかつけちゃう？天使なれるの、この格好で。うわ、なれるんや。じゃあ、天使にしちゃおう。かわいいやん。で、装備もちゃんと強くしよう。まあ、装備、最初武器はこれでいいか、とりあえずね、このスキル強くするために。サブもまあこれでよくて、防具はカチカチにしときたいよね。どれがいいんやろ。これかな、ドラゴンヘルムかな。で、ここを、これでまあ硬くなった感じで、で、なんかいい感じの、防御力 10% 上昇。TP 消費ちょっと抑えますか。ドンってどんな人？ユニオンを束ねるドン・ホワイトホースとはどのような人物なんです？とにかく大きい。声も体も態度も全部が。態度は言わんほうがいいでしょ。話ならしなくていいぞ。俺らもう姿だけなら見てるから。だとするとそうだな。とにかくすごい人なんだよ。わかったか、エステル。カロルがドンを尊敬しているのはなんとなく伝わってきました。あとはちょっと。だからドンは言葉で言い表せないくらいすごいってこと。まあ、実際見て、まあ、そういうことにしとこうぜ、ね、それで判断しよう。なんでしょう。距離距離、まあ、俺のことは気にせずによろしくやってくださいよ。いつ着替えたの？どうします？おっさん、なんか俺らを納得させるゲーとかないの？ゲーとは。俺を大道芸人かなんかと間違えてない？あ、なんかできんの？ジェジェ、こっち来て。え、僕？何してんのやろ。カロルはどうしたんだ、おっさん。ひどい目合わせてない？大丈夫？ちょっと一人にしないで。うれ、頑張れ少年。虫、くそ。頑張れカロル、頑張れ。もういや。もうそろそろか、ね、なんか虫のさ、虫やっつけるやつあったよね。武器何、技何、あ、薬、爆発、爆弾、中で爆発した。何したんです？
防御が崩れた瞬間打ち込んで中からボンってね。まったく悪趣味な芸ね。いいんじゃないでしょうか。まあなんかね、間もないからいいけど、人間で考えるとかなりグロいもんね。いいのか。ええ、ま、いっか。まあそれが強いよと。お、合格。ま、マジで。まあカロル先生はひどい目にあったけどね。そばに置いといた方が、下手な真似しやがった時にいろいろやりやすいしな。おいおい、いろいろって下手すりゃ殺すぜみたいな。それもそうよね。なんか背筋が寒くなってきたんだけど。そうな人多いからね、ここ。それならよろしくお願いします。はい、よろしく。レイブンマジ、あーなんですか。レイブンマジうさんくさ。え、あ、なんか変なとこしてはった。改めて言うことじゃないけど、おっさんマジでうさんくさいんだけど。どこまで一緒に来るつもりなんだろうね。ケーブモックの森に用があるんでしょうか。とか言われてるけど、なんか答えられることねえのか。ん？そりゃどこまでもついていきますよ。それと森に来た理由は本当の自分を探すためって言ったでしょ言ったっけ。あんたがさっき言った理由は自然観察と森林浴でしょうが。あれ、そうだっけ。適当なことばっか言って。そう頻繁に記憶が飛ぶんじゃ自分も探したくなるわな。そういうこと。本当にうさんくさいね。うさんくさいね。で、ここなんかサブイベントが2つあって、なんかあるんです。カロル何してんだ、さっさと行くぞ。う、うん、虫ね。うわー、あっち行けあっち行け。読みにくい、触るな、近づくな。カロル、カロル大丈夫ですよ。もうあっち行っちゃいましたから。めっちゃ読みにくかった、びっくりするわ。へ、は、は、は、なんだ、さ、先を急ごう。いつものカロル先生と少し様子が違うな。何が、いつものダメガキっぷりじゃない。ちょっと違うんだよな、いつものあの反応なら腰抜かすか、逃げてるぜ。あー、そういえばそうですね、みんなちょっとひどい。うわー、虫だ、虫の大群だー。うわー、来るな来るなー。かわいそうに。殺虫剤どっから出したん。うわ、ぷっちょい、ななな、何すんの。うわ、目いた。虫の大群を追い払うために薬かけてやったんでしょ。へ、うそ。ゲホ、ゲホ、死ぬかと思った。実際人間にかけるとヤバそうよね。カロル、虫ダメなんですね。そんなことないって。何取り繕う必要あんのよ今さら。これ持ってなさい、アスピオ製劇中水溶薬。優しいリタ。あ、う、いいの。いいわよ、ただし人に向けて噴射しないでよ。さっき見ちゃったんやけど。俺様人扱いされていないのね。とほほ、まあ、あれ、レイブンさんやから耐えれたんかな。さあ、行くわよ。ということで、劇中ブレス。これ前も覚えたよね。で、これもっと先に行かなかんのかな。怖いものはなに。それにしても、カルルのあの驚きを、ちょっとないわね。誰にだって、怖いものの一つや二つあるでしょ。私にはそんなものない。ほんまに。嘘ついちゃ嫌よ、天才魔導士少女。おっさんだって怖いものあんだから。なんだ、おっさんの怖いものって。おっさんは美女が怖い。何それ。はいはい、リタ、正直になった方がいいぞ。いざという時守ってやれるだろ。誰があんたなんかに。自分の美は自分で守るっての。こういうのに限って結構怖いもんがあんだよね。ぐっつーんだ。かわいい。この奥かな。お、これですね、これですね。あの、もう一つの白色レイブンっていうサブイベントです。一応気をつけておいて、植物の異常成長がエアルのせいなら、ここもエアルが溢れている可能性があるから。うんうん。過度なエアルは人体にもブラスティアにも悪影響を及ぼすからね。レイブンさんも知っていらっしゃると。エアルの取り込みすぎで代謝活動が活発になりすぎるから、普段より疲れるわよ。
よく知ってたわね。え、常識でしょ。いや、レイブンさんはね、いろいろ知ってるんですよ。人体への影響は知っててもおかしくないけど、無茶な使い方してブラスティアをエアル型にするのは一般に知られてないと思ったわ。ボディブラスティアを扱う人間なら知ってて当然でしょ。ユーリは知らんのちゃんどうなんやろ。僕、リタに聞くまで知らなかった。勉強不足よ、少年。俺も知らなかったんだがって。何か、声が聞こえなかった。え、ほんまに何も聞こえてないけど、ほんまに。うちをどこへ連れてってくれるのかな。パーティーか。この声、どこかで。今、なんかね、楽しそうなことしてたよ、パーティー。パーティー、よう捕まったよね。何、おなじみさん。おなじみさんです。助けなきゃ。あー、ほいほい、俺様にお任せよっと。うん、当たりました。ナイス。いいね、お姫様抱っこ。かわいそう。ちょっと痛いでしょ、さすがに。それはで、やっぱりアイフリードのお宝ってやつを探してるのか。アイフリードのじゃ。嘘くさ、本当にこんなところに宝が。誰に聞いてきたのよ。測量ギルド天地の穴蔵がいろいろと教えてくれるのじゃ。ああ、小桜さんのところね。連中は世界を回っとるからの。それでラゴーの屋敷にも入ったってわけ。結局何もなかったんでしょ。まあ、ラゴーの屋敷には何もなかったですね。 100% 信用できる話の方が逆にうさんくさいのじゃ。まあそうやけど、結局なんか嘘つかまされてるよ。ま、確かにそうかも。あんた 100% うさんくさいわよね。まあ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 、最後の最後までというか、なんというか、うさんくさいのうさんくさいけどね。ひどいお言葉。とりあえずうちは宝探しを続行するのじゃ。一人でうろうろしたら、さっきみたいにまた魔物に襲われて危険なことに。まあでも楽しそうやったからいいんじゃない。本人はあれは襲われてたんではないのじゃ。戯れてたのじゃ。おたわむれね。多分魔物の方はそんなこと思ってないと思うけどな。パティ後ろ。いや、銃はさすがに強いわ。かっこいい。負けるわけないよね、虫に。つまり一人でも大丈夫ってことか。一緒に行くかな。行こうよ。せっかくだけど、お宝探しはまたの機会にしとくわ。一緒には行こうよ、楽しいやん。それは残念、至極なのじゃ。でもうちはそれでも行くのじゃ。さらばなのじゃ。行っちゃった。本当に大丈夫なんでしょうか。まあ、多分思っている以上に強いから大丈夫よ。本人が大丈夫だって言ってるんだから大丈夫なんでしょ。だといいんだがな。まあ気にしても仕方ねえ。俺たちも行こうぜ。レイブさんどう思ってるんやろうね。出とるね。これヘリオードの街で見たのと同じ現象ね。まあこれだけ見ると綺麗に見えるよね。あの時よりエアルが弱いけど間違いないわ。いる。なんか魔物もダングレストを襲ったのと様子が似てます。まあここでなんか魔物がおかしくなってるって感じかな。来やがったぞ。やるしかねえ。やるしかねえ。早速ですね。誰？ギガラールバット通りどうなってんのよ。まさかこの森の奥にこんなとこがあるなんてね。町がよく襲われたのはこれのせいだ、きっと。なんとか魔物たちを沈める方法はないんでしょうか。こいつはなんなんやろうね。こいつはやるしかないな。僕たちどうした。僕たちスペクタクルズ使っちゃう。チェイ、生きて帰れないかも。生きて帰れないんですか。怖すぎでしょ。生きて帰れないわ。カシエイドスタンプいいね。カシエイドスタンプが癒し出してますよ。お、ペインショット。ペインショットいいですね。ちょっとちょっと、もういい感じよ。いい感じよ。とてもそんなのです。おー、いいね、フォート。まあさすがこの辺のね、もうちょっと中盤ぐらい、わーい、ボスになってくると
さすがにちょっと強いよね。こっちの武器が強いとはいえレベルは普通なんでね。別にいけ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 、まあでも勝てるでしょうと思っているのは甘いでしょうか。いいですねリカバー。誰をリカバーしたんですか。僕の毒取ってください。あざまーす。もう始めて。なんかいいね。これで町も一安心。安心するのは早いぞ。まだ不穏な雰囲気はします。まだ不穏ですか。レベル上がる。強烈なお酒なんか手に入れてたね。よーしナイス。木も魔物も絶対あのエアルのせいだ。また来た。またうわー増えた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 。ここで死んじまうのか。さよなら世界中の俺のファン。世界一の軽薄男ここに眠るって墓に掘っといてやるからな。いいねその墓。そんなこと言わずに一緒に生き残ろうぜとか言えないの。まだね信頼関係築いてないですからね。おデューク、これは強えわデュークさん。誰？まあ一応ねデュークと出会ったのサブイベントやとはいえ誰っていうのはね2回も見たでしょっていう。あ、そうかレイブさん知ってるんか。デューク、ちょっと待って。ん？えらいデュークの声だけ響いたな。なんかムンって。その剣は何？見せて。見せてくれんの？今一体何をしたの？エアルを切るっていうか、そんなこと無理だけど。知ってどうする？そりゃもちろん。いや、それがあればブラスティアの暴走を止められるかと思って。前にもブラスティアの暴走を見たの。エアルが暴れてどうすることもできなくて。それは歪み、当然の現象だ。当然の現象。歪み？あの、危ないところをありがとうございました。律儀ですね。エアル・クレーネには近づくな。え？エアル・クレーネって何？ここのこと？世界に点在するエアルの源泉、それがエアル・クレーネ。そんなに知れ渡ってない話なんやね。リタが知らんぐらいやから。エアルの源泉？そりゃエアルもいっぱい出るよね。あんた一体こんな場所だ。散歩道ってこともないよな。まあそうよね。散歩だ。まあおかげで助かったけど、ありがとな。行っちゃった。まさかあの力がリゾマータの公式。ここだけ調べてもよくわからないわ。他のも見てみないと。たった今近づくなんて言われたのにね。他のか。さっきの人世界中にこういうのがあるって言ってたね。せやね。ああ言ってたね。言ってたね。それを探し出してもっと検証してみないと確かなことは何もわかんない。じゃあもうここで調べることはないんです。まあ見てみたいのは見てみたいんじゃない。んじゃダングレストに戻ってドンに会おうぜ。これを結局調べろっていうそういう話なんじゃない。あのアレクセイから言われたもんね。これねやるくれーね。さっきあれやったよね、あのオレンジやったよね。ちょっと落ち着いたんやね、デュークのおかげで。エアルの異常でブラスティアが暴走、そのせいで魔物が凶暴か。それがあいつの言う歪みと関係あるならこの場所だけじゃ済まないのかも。としたら大問題よね。さっきからブツブツとずっと言ってんのこれ。うわ、なに、また魔物の襲撃。ああ、飛んでる飛んでる、めちゃくちゃ飛んでるし走ってる。ガロル、頭上げんなよ。ガロル先生にだけ言うの。つく。あの人たち、ドン。おう、ドン。てめえらが何かしたのか。いや、何かしようとしたんですけど、できませんでした。何かってなんだ。暴れまくってた魔物が突然おとなしくなって逃げやがった。
何やった。あ、結局おとなしくなったよね。でもデュークです。ユーリ、あれです。エアルの暴走が止まったから。僕たちがエアルの暴走を止めたから魔物もおとなしくなったんです。自分の手柄にしてる。エアルの暴走？ほう。デュークやのに。何？おじいさん、あんたなんか知ってんの？いやな、ベリウスって俺の古い友達がそんな話をしてたことがあってな。ベリウス、まあもうちょっとしたらまた会いましょうね。ドンが南のベリウスと友達って本当だったんだ。ベリウスの名前自体は有名なんか。何よ、そのベリウスっていうの。ノードポリカで闘技場のボスをしてる人だよ。そっかそっか、ノードポリカが闘技場の町の名前。全然思い出せへんかったけど。ノードポリカ。え？イアルの暴走がどうしたって。なんか暴走してたんです。本当大変だったんです。すごくたくさん強い魔物が次から次へと。でも次から次へとって一体しか戦ってないけどね。坊主、そういうことはな、ひっそり胸に秘めておくもんだ。え？誰かに認めてもらうためにやってんじゃねえ。町や部下を守るためにやってるんだからな。まあ今のカロル先生のはそういう発言やもんね。しかも自分じゃないし。ごめんなさい。素直。ちょっとすみません、見せてくださいますか？怪我してんの？ん？なんだ。ああ、騎士の人たち。騎士？騎士ではないか。治癒術か。ありがてえ。この場合なんて言えばいい？戦士？ん？そこにいるのはレイブンじゃねえか。そうです。何隠れてんだい。レイブンさん、なんかどっかのギルドのなんかやんね。ち、うちの門が人様のとこで迷惑かけてんじゃあるめえな。あ、どんのとこか。迷惑って何よ。ここの魔物をおとなしくさせるのに頑張ったのよ、主に俺が。別にだから主に俺でもないでしょ。え、レイブンってアルトスクの一員なの？どうもそうらしいな。レイブンも忙しいね。レイブンさんも。あ、痛い。じいさん、それ反則。反則だから。うるせえ。怖い。めっちゃキレてるやん。ロン・ホワイトホース。なんだ。会ったばっかで失礼だけど、あんたに折り入って話がある。若えの名前は？ユーリです。ユーリだ。ユーリ・ローウェル。ユーリか。おめえがこいつらの頭ってわけだな。いや違うんですよね、カロル先生がその頭になる予定です。ちょっとじいさん、もしもし。もちもち。最近どうにも息のいい若造が少なくて退屈してたところだ。話なら聞いてやるが、代わりにトイトばかりつらかせや。つらかせやってめっちゃ怖いよね。あちゃー、こんな時にじいさんの悪い癖が。何それ。骨のありそうなの見つけるとつい試してみたくなんのよ。ポケモン SV のネモシみたいな感じやね。試すって何を。腕っぷしをよ。そういうことだ。ちょいと年寄りの道楽に付き合え。くっそ強いよね、ドン。いや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 、俺様はやらないわよ。怠慢でしょ、ユーリと。あ、こら、逃げた。いいぜ、ギルドの頂点に立つ男とやり合うなんざ、そうある機会じゃないだろうしな。それでこそだ、来い。ちなみにドンのステータスってどんな感じなのよ。よ、とりあえずごめんなさいね、スペクタクルズ使うたびにこんな感じで暴れ回ると思うんですけど、カーソルが。よいしょ。しおり14万。いなら年寄りらしく隠居して茶でもすすってろよ。すまねえな、こういうのは俺の性に合ってねえんだよ。そうでしょう。はい、どうしてたバーサーズ。そんな強かったっけ。そんなちょっと頑張れるかなって思ったけど、そんな強かったっけ。ぜまだまだ全然頑張れへんかったわ。おーっと、ここまでだ。これ以上は本気の戦いになっちまうからな。あなたが世界救ってくれません。久々に楽しかったぜ。ほんまに？それじゃあ話を聞こうか。ドン、お話し中すみません。ダメです。ダメって言ってんでしょ。わかった。野郎ども、引き上げだ。すまねえな、
急用でダングレストに戻らにゃならねえ。ユニオンを訪ねてくれりゃ優先して話を聞くから、それで勘弁してくれ。じゃあ私らも行くよ。こんな森で喋っとってもね、嫌やしね。いや、約束してもらえるならそれで構わねえよ。俺相手に物おじなしか。てめえら、いいギルドになれるぜ。本当ですか？名を馳せるわ、頑張って。こっちは結構本気だったんだがな。ね、武器もさ、防具も強いのに。ギルドか。めっちゃレベル上げたらもしかして勝てるんかな。作るんでしょ。そん時が来たらな。で、どうよ。やっと俺様の偉大さが伝わったかね。でもさ、なんかどっか隠れてたやん。偉大なのはレイブンじゃないんじゃない。何よ、すぐケチつけるんだから。さあ、ダングレストに戻ってドンに会ったらバルボス探しの続きだ。リタ、ユーリの用事が終わったら私たちはアレクセイに報告へ。あ、どうした、アリタ。リタ、ああ、何。ユーリの用事を済ませたらアレクセイに報告に。どうかしました？全然聞いちゃいねえ。なんでもない。ほら、戻るわよ。エアルクレーネのことを考えてるんじゃないんですか？森の奥にいた謎の男、デュークね。さっきの不思議な剣を持っていた人は一体何者だったんでしょう。一人でケーブモックまで来たのかな。魔物もたくさん強いからね。あの物腰からして腕には自信があるんじゃねえか。静かっていうか達観してるっていうか、ま、変なやつだったな。よくわからない人だったね。ドンについて。ドン・ホワイトホースね。美味しそうな名前。ユニオンのトップ張るだけのことはあったな。すげえ迫力だったよ。けど話が通じる人で私は安心しました。知りもしない私たちがあっても相手にしてもらえないかもって思ってました。あ、悪い人じゃないもんね。そこがドンのすごいところなんだよ。もう本当にドンはすごいんだから。なんであんたがそんなに自慢するのよ。ドンはいい人っていう私もイメージがね、めちゃくちゃあるからね。どこまでもうさんくさいレイブンさんくさい言われてるよ。それにしてもレイブンがアルトスクの一員だったなんて。見たところドンとも親しいみたいだ。そうやね。結構重要なポストなんじゃねえか。うん、信じられないけど多分アルトスクの幹部クラスだと思う。忙しいねレイブンさん。アルトスクの一員で町を離れて仕事するのはドンに信用された一部の人間だけだから。あんなおっさんがね。人は見かけによりませんね。見かけとは言ったらあかん。臭くなっただけだけどな。見かけ的にはしっかりしてなさそうに見えるって言ってるってことやん。それはこの人かな。ここでせなあかんサブクエストの人。おほ、お主なかなか見どころがありそうじゃな。どうじゃわしのギルドの宣伝を手伝わんか。なーに、軽い手伝いみたいなもんじゃ。ギルドの二重登録にはならんよ。どうじゃやってくれぬか。手伝います。おお、そうかそうか。では簡単に説明するぞい。わしのギルドはウサギさんをただひたすらにめでるというなんとも素晴らしいギルドじゃ。あ、これやきっと。これこの前できてたかな。なんか何度話しかけてもなんか言われてたもんね。なんかお前さんにはその広報としてこのラブリーウサギルドのことを世に触れ回ってほしいのじゃ。難しいことはありゃせん。このバッジをお前さんに預ける。これを持った状態でひたすらに有名になるのじゃ。うん、そうじゃの。わかりやすく言うと、とにかく称号を集めるんじゃよ。称号ね。そうすることで自動的にラブリーウサギルドのことも知れ渡っていくというわけなのじゃ。まあとりあえずお話進めてたらある程度はね、称号たまるもんね。ラブリーウサギルドの知名度が上がるごとにお前さんには特別ボーナスをやろう。どうじゃ、悪い話ではあるまい。話は理解できたかの。まあ自然となんかね、進めれそうなやつやからね。はい、うむ、では広報活動に勤しんでくれたまいよ。おっと、忘れるところじゃった。広報バッジとお前さんの就任記念にこれをやろう。あら、なんでポーズになった。押してない押してない押してないよ押してないよ。びっくりした。おお、
うさ耳宿女用。あ、でもこれはもうあるんじゃないかな。エステルのやつね。で、ギルドバッジね。これだけか。ロンホワイトホース。まさかあんなじいさんに負けるとはな。秒殺やったもんね。どんに勝つつもりでいたの？無理だよ。いくつもの武勇伝を持つどんだもの、勝てるわけないって。そうそう、ピンシャンしてるだけでもよかったわよ。もうおっさんドンとやり合うって聞いただけでドギマギものだったもん。なんでだよ。めっちゃ強いって分かってたんでしょ。ドンとやり合った若いもんは大抵あばらのほとんどをボロボロにされてしばらく起き上がれなくなるのにさ。いたぞ。どこの乱暴者の話だそれは。いやいや、ほんとじいさんの機嫌が良くて助かったね。機嫌の問題なの。若い子には一人でギザギザコーラの魔物トータスをまとめて100匹倒したこともあったらしいよ。それにダングレストのシルトブラスティア、あれ倒れそうになったのを鎖引っ張って一人で直したって伝説もあるよ。伝説。そりゃ化け物だな。でもまあいつか勝てるさ。どう？まだ勝つつもりでいるよ。何周もしてさ、負けず嫌いなのね。なんかいろ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 なんかしたら勝てるんかもしれへんね。もしかしたらウサ耳って持ってたよね。ウサ耳は元から。ということでまたつけちゃったけど、そうやな、ちょっとなんか付け替える。服はまだにしといて、そっか、ユーリも天使とかつけれるんか。でも耳はつけれへんのよね。じゃあ悪魔にしちゃおうかな。天使つけてるでしょ。カロル先生は何がある？なんかこうパッと見た目が変わるようなやつ。カゴはちょっとな。でもカゴつけてみたい時もちょっとあるよね。しめ縄、犬しっぽ、犬しっぽついてる？ちょっと待って、あ、ついてる。じゃあ犬しっぽつけちゃおう。なんかつけれんの？この状態って、このはるかの状態って。しめ縄、はるかの状態はつけれへんのかな。つけれへんやつもあるみたいなんでね、その衣装によっては。うん、じゃあまあこれでちょっとここ入ったら話進むみたいなんで入ろう。お邪魔します。います？うどん。いたいたいた。よう、てめえら帰ってきたか。おん、フレン。ユーリ、なんだてめえら、知り合いか？友達です。はい、古い友人で。ほう。どうも、ユーリと面識があったのですね。たった今ですけどね。魔物の襲撃騒ぎの件でな。で、要件は何だ？いや、あれ、フレームはまだ話終わってない。俺らはブラッドアライアンスのバルボスってやつの話を聞きに来たんだよ。コア泥棒の一件、裏にいるのはやつみたいなんでな。なるほど、やはりそっちもバルボス絡みか。フレもね。ってことは、お前も？ユニオンとブラッドアライアンスの名役破棄のお願いに参りました。はあ。バルボス以下、かのギルドは各地でブラスティアを悪用し社会を混乱させています。うん、ご助力いただけるなら共にブラッドアライアンスの打倒を果たしたいと思っております。悪さしてると。なるほど、バルボスか。確かに最近のやつの行動は少しばかり目に余るな。ヨーデルだって誘拐してたしね。まあ、してたんてラゴーなんかな。まあ、みんなグルやから一緒か。ギルドとしてけじめはつけにはならねえ。あなたの抑止力のおかげで昨今帝国とギルドの武力闘争は収まっています。ですがバルボスを野放しにすれば両者の関係に再び亀裂が生じるかもしれません。よろしくないですね。仲自体は良くはないもんね。そいつは面白くねえな。バルボスは今止めるべきです。協力ってからには俺らと帝国の立場は対等だよな。はい、大事な話やねそれは。そういうことなら帝国との共同戦線も悪いもんじゃねえ。では。ええ、ここは手を結んでことを運んだ方が得策だ。うん、こういうことちゃんと受けるところがね、ドンはいいとこよね。そのツンケンとかセント。おい、ベリウスにも連絡しておき。いざとなったらノードポリカにも協力してもらうってな。でもそんなにブラッドアライアンスでかいかな。大事になってきたねって感じやけど。こちらにヨーデル殿下より書状を預かってまいりました。ヨーデルって何歳なんやろうね。
書状が書けるような年齢ではあるんよね。ほう、次期皇帝候補の密書か。読んで聞かせてやれ。読むね、レイブさんが。シャーマンっぽいよね。ドン・ホワイトホースの首を差し出せば、バルボスの件に関しユニオンの責任は不問とす。なんですって。これ結局誰が書いたんやっけ。こりゃ笑える話だ。なんかおかしいよね。なんだこれは。フレンはそんなつもりじゃないもんね。どうやら騎士殿と殿下のお考えは天と地ほど違うようだな。これは何かの間違いです。ヨーデル殿下がそのようなことを。おい、お客人を特別室にご案内しろ。あ、なんかここって捕まったよね。なんかドン・ホワイトホース、聞いてください。これは何者かの罠です。あれ、フレン捕まっちゃうんやっけ。なんか有利が牢屋にすごい行った覚えはあるんやけど。どうして。やっぱ主人公級の人は一回は捕まっとかんとね。謝るなって。下手に動けば余計フレンを危険にさらすことになるぜ。帝国との全面戦争だ。総力を挙げて帝都に攻め上る。客人は見せしめに奴らの目の前で八つ咲きだ。二度と舐めた口聞かせるな。怖えな、急にこうなるんやもんね。まあ、あの手紙を宣戦布告と取ったわけやもんね。ねえねえ、こっちの話は聞いてくれへん。ダメ。ねえレイブンさん、大変なことになっちゃった。おかげで私らの要件忘れられちゃったわよ。ねえ、ドンも話どころじゃねえな。普通にレイブンさんも言っちゃったし。テイトに戻って本当のことを確かめます。これ戻るにしてもどうやって戻るつもりなんやろ。謝るなって言ったろ。ちょっと様子を見ようぜ。ラピードの武器かわいいね、天狗ついてる。わかりました。ああ、まあレイブンさん言っちゃったもんね。